ちょうどこんな雨の降る放課後だったそうよ。なんか、すんごい声出した人がいるね。お前ら、みんなして笑うなよ。おやし。委員長が怪談マニアなんてどうかと思うんだ。男の子で今の悲鳴もどうかと思うな。うわぁ、よしき、この野郎。はいはい、じゃれないじゃれない。もう7時か。雨、全然止まないな。しげに、傘なら私の置き傘貸してあげるから大丈夫だよ。そうか、助かるな。あれ？停電か？うそ。
まだ残ってるの。そろそろ帰る準備しなさい。なんちゃって。楽しそうね。どう？片付け進んでる？ゆい先生。あれ、ウカ、どうしたんだお前。お兄ちゃん。君が傘を忘れているからってわざわざ届けに来てくれたみたいよ。よし、じゃあ助っ人が2人増えたことだし。さっさと文化祭の片付けやっちゃおっか。はい、じゃあみんなお疲れ様でした。明日からの連休、無茶しすぎないようにね。
それじゃあ行くよ。みんなも唱えてね。幸子さんお願いします。お、9回だよ。いった。
Thank you.